い、今回はですね、はい、まずこの前に湘南ビルマーレ対FC東京戦を、はい、サッカーを楽しみに行こうということで、はいはい、3人で、はい、行くんですが、はい、今回のこの別企画、はいはい、リゼブのシゲが、はい、あの後で撮るんですが、はい、デレデレシゲを楽しもうみたいなドッキリ企画です、はいはい、シゲのデレデレしたところを見たいを今回ちょっとやらせてもらおうと思って、はい、まあ、ショーンさんにお願いして、普段ミナセが一緒にさせてもらってるんですけど、シゲすごくいい好青年というか、あのサッカーに関してはすごく真面目な青年なんですけど、シゲといえば笑顔がねすごく、はい、ということで、はい、今回ですね、まあ、ショーンさんにね相談したところはちょっと肩口を開けてきてほしいっていう、はい感じでね、ちょっと広めの服を着てもう着ていただいてということで、はい、それでまあちょっとね、ショーには、はい、シゲのそのデレデレしたあの目線と笑顔を撮って、そうですね、バッチリ、はい、収めてシゲ君、お楽しみ楽しみショーさん、はい、ショーです、はい、ジュビロ・磐田だったり、サッカーが好きというはい、そうですね、はい、今回ね、まあ、サッカーが好きな企画4回目と5回目なんですけど、はい、演者の方々、ドッキリを仕掛けられるとすごいビクビクしてるだからもうドッキリはしませんシゲにはしませんあ、しませんって言うんですか一点あ、一点あります、あ、そうなんですね、あと、まあ、正直に言うのはシゲを思わせるような思わせるあれなんかまあ、タイプですみたいなあー、かっこいいかっこいいとか、すごいすごいね、あの、はい、みたいななんかこう、あんまり言っていただく途中からあ、途中から、え、なんかリアルでしたやだ、あとで DM とか来ないですよねもう本当に僕が本当にもうお願いしてやったことなんでそこだけ視聴者の皆さんご了承ください。はいはい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。シゲ、シゲです。シゲさん、よろしくお願いします。お願いします。身長高っ。いや、もう持ってます、持ってます。お願いします。お願いします。ではね、はい、スタジアムへ行こうってことで、はい、本当かな本当ですよ。はい、ましょう。はい、よろしくお願いします。シゲです。はい、シゲさん。いやいやいや。シゲかわいい。言わないです。いやいや、ね、じゃあ早速移動しましょう。はい。お願いします。お願いします。今日は3人。今日は3人です。え、サッカー好きなんですよね、めっちゃ。え、好きです、好きです。めっちゃ好きです。レアルのユニフォーム着てるやついましたよ。あ、そうです。レアルマドリード超好きなんですよ。海外だと。Gリーグどこ好きなんですか？あ、ジュビロ。なんかナンパしたみたいなコミュニケーションですからね、皆さん好きになるポイントとしては、まあ、ビジュアルも大事だし、他なんですか？フィニッシャーよりもゲームメイクする選手の方が好きで、どちらかって言ったら中盤とかサイドバックとかの選手とかの方が好きなんですよ、うん、よく見えてたねみたいなサイドチェンジとか、そういうのとかが好きなんで、あるな、あるな、いやいや、シゲ顔です。でもシゲさん顔かっこいいですよね。マジっすか？はい、かっこいいと思います。思いますか？はい、モテそうです。ありがとうございます。ミナーズ知ってますでしょ？あ、わかります、わかります。ミナーズはもうイケメンだらけなんで。シゲさん身長いくつですか？78。いや、モテますね、やっぱり。いやおいくつなんですか？おいくつですか？私の年ぐらい。え、本当ですか？はい、私29。え、私94年なんで28になる代です。はい、こう、俺93年です。あ、なんかすごい親近感を持ってます。あ、そうですね。じゃあもう食べましょう、食べましょう。食べましょう。はい、いただきます。いただきます。シゲにもね、ショーナさん、はい、どういう方か分かってもらわないといけないから言ってもらってたんですよ、こういう人いますよって。あ、はいはい、うんうん、したらめっちゃ喜んでたもん。うん、何を言うの？え、どういうことですか？めっちゃ、あ、はい、喜んでたじゃん。でも嬉しい、大喜びできました。すれてなさそうで、すごい。すれる。まあ、わかりやすく言えば、止まってないみたいな。あ、そうそう、そうです、そうです。来たばっかすから。でも、そう、止まってない感があって。逆に、好印象ってことや。超好印象です。ほら。超好青年。で、お母さん方とかから超好かれそう。感じません？中学校の時、保護者のお母さんとか人気でした。いや、ぽいぽい。そんな感じの。シゲ様って呼ばれてた。その時、ヨン様が流行ってて、シゲ様って呼ばれてた。こういうサービスエリアとかじゃないですか。
で、食べないですね。はい、うん、ミニストップで食べる。あー、でもミニストップめっちゃうまいですね。ミニップあんまないですよね、周りに。うん、あんまりない。うん、ミニップですか。ミニップ、え、ミニップ、うん、ミニップ、え、ミニップ、ミニップ、ミニップだよ。知らない。絶対そういう顔で言ってないけど、絶対今知ったでしょ。ミニップですよね。ミニップですね。ミニップ。知ってたっすか。さっきミニストップって言ってたよ。うん、一応分かりやすいように言ったら、ミニップって言ったから、ミニップだよね。ミニップ。ミニップです。ミニップ知らねえの。え、サークル系のことなんて言いますか。え、サークル系、サークル系ってサークル系です、サークル系。え、なんて言うんですか。バル系ですね。バル系だよ。いや、バル系ですよ。順番逆にしてほしい。先に聞いてほしい。え、バル系ですよ。バル系ですよね。でも本当、超大物に乗ってそうだな。いやいやいや、でもちゃんとあの彼女のことが大切にしてくれそう。大切にするんですか。ナイス。いやいやいや、大切にしてくれそう。じゃあ、そうそう。ウィナーズのマネージャーの愛ちゃん知ってますか。え、会ったことないです。めっちゃサッカー好き、めっちゃスタジアムとか行く。あ、そうなんですね。泣き合いそう。へえ。スタジアム行く友達本当に欲しいです。愛ちゃん、めっちゃ来ます。愛ちゃん、いい家だ。いい家だ。デート企画みたいな。デートです。あ、スタジアムデート企画。おじさんディレクションに入っちゃったよ。ちょっとこれを見ながら、はい、行きましょう。はい、あ、なんかシラス丼とか、はい、いろいろありますよ、ね。やっぱ湘南、はい、シラス有名ですか。匂いがやばい。いい匂いしますね。匂いが素晴らしい。何があれなんですかね、サポーターさん的には。あ、ちょっと聞いてみたいですよね。湘南のサポーターです。湘南のサポーター。湘南これです、これ。鳥中商店の唐揚げ。めっちゃ味がおすすめ。あそこの黄色いテントも。ああ、なるほど。三週連続食ってます。なるほど。やばい。本当だ、ベストイレブン。これベストイレブン。すごい並んでる。いや、すごい人気ですよ、ね。すごい並んでる。僕が買いに行ってきます。どこに行くんですか。え、何を買うんですか。これタコスが気になったんですよね。はい。でも美味しそうでしたね。じゃあ後で合流しましょう。はい。合流しましょう。こうコップルみたいで、よどもすいません、なんかちょっとなんかありがとうございます。いやめっちゃいい匂いしてお腹すいてきた。かなりお腹すきましたね。スタブルの量が多すぎて確かに、びっくり。そう、はい、うわ、これあれっすね、もう那須さんのチャンネルっすけど、はい、デート企画みたいな感じで、なってます、はい、ちなみに俺そういう企画やったことないっす。え、どういうことですか。女性系とデート企画みたいな。デート企画に、はい、なってる。今日初めてなって。ちょっと待って、はい、デート企画す、いや、お願いします。全然聞いてないです。本当になんかあれっすね、サッカーの試合が今日行われるのかってぐらいのどかな雰囲気が、うん、まあ、確かに地方の良さというか、あの、ここのスタジアムの良さですもんね。こんな公園がないし、広島だとまた全然違うんですよ。いや、確かに山浜も全然違いますね。そうですよ。で、広島行ったことないんですよ。え、広島もいいっすよ。公園がバーって開けてるわけじゃないですけど、うんうんうん、でも雰囲気良くて、で2024年かな、新しい あのスタジアムできるん で、そうですよね、これからもバーン盛り上がりますよ。え、そのそれはあのサッカー専用スタジアムですか。24年にできれば、はいはい、そうです。京都とか新しいあのスタジアム、はい、超行ってみたいんですよね。あ、あの新しいやつ行ったことあります。いや、ナイスナイス。超綺麗じゃないですか。初めてスイタ、はい、に行った時も、はい、近未来感感じました。すごいなって感じ。じゃあ第2弾、第3弾まであるってえ、どれもですか。デート期間もですか。ナサなし。ナサなし。ナサはちょっと支払いだけ後から請求するんで。まあでも今ジュビロヨタが好きだ好きだって公言しちゃってるから、結構今の裏切りの気持ちでユニフォーム着てます。いや、俺もそうっすよ。違う J リーグのユニフォーム着るの。そう、いや、もう本当に初めて。浮気中みたいな。ちょっと今浮気中になってました。浮気デート中みたいな。ちなみにサンフレッチェ対ジュビロ磐田が試合するってなった時は、はい、彼氏のチームを応援するのか。いや、もう現地解散。あ、現地解散。スタグルまで一緒で、なんか乾杯まで一緒にやって、じゃあ。あ、じゃあなんだ。横で見ないですね。サンフレが典型の瞬間、ウェーイ。逆に面白いかも。志村さん、絶対男性ファン多いっすよね。いや、どうなん。あんまり俺直接から、いや、ちょっとマジ怖いな。お前誰やみたいな。自
DM 来たら怖いな。いやいやいや、オーバー普通に見てください、この秒がバケモンっす。え、じゃあこれいきましょう。1個1個はじゃあ1箱1,080円。はい、こちらの唐揚げと、はい、タコス1人で寂しく並んでました。長谷さん2人で楽しく並んでました。はい、楽しく並んでました。ベリントンとタリキ選手の、はい、まあコラボメニュー。え、へぇー、あ、へぇー、そういう選手とのコラボも欲しいですね。いいですね。はい、乾杯。楽しみましょう。楽しみましょう。ただいま、最高っすね。最高。美味しそう。いただきます。え、お手柄だ。美味しい。じゃあ、いただきます。うん、どうですか。うん、うん、一個一個でかいですね。なんか、ナス一口で切るんだ、そのサイズ。さすが。いや、肉汁やばいです。肉汁すごい。マジ激うま。うん、激うま。お客様、ご注文ございます。あ、びっくりした。一瞬辛い。あ、うん、今気を許してます。美味しいです。めっちゃうまいです。油断しました。それで言ったらマジで、スタジアムに行く途中に、周り全部田んぼだったじゃないですか。これもしかして違うところに。めっちゃ思いました。キョロキョロしてて。これはもしやと思ったんですけど、まあ、まあ、安心しました。はい、まあ、まだちょっと気は抜けないですけど。だってスタジアム着いた時、本当にスタジアム着いたって言ってました。ジョッキリおじさん、気をつけてください。ジョッキリおじさん。はい、すごいね。寂しかった。食べてたんですか。楽しいんだろうなって。サンフレッチェのスタジアムも行ったことないって俺に言ってきたんですけど、これ多分遠回しに乗ってるのかなと思って、京都のスタジアムを行ったことなくて行きたいって二人の時に言ってきたんですよ。好きってことですか。生徒の誘いかなとは勝手に思ってました。でも違いました。全然一人で行こう。あ、僕も一人で行く。ゲリッチシューズ。他にもたくさんのスタグルありますから。これしらすも行きたかったのよ。はい、しらすもあるか。うん、だけど完売してた。へぇ、へぇ、うん、やっぱね、湘南の方は海産物の、はい、確かに豊富ってことで、まあ、しらす有名ですね。うん、ジュビロにもしらすのあるんで食べてください。あ、そうなんですか。うん、食べます。紹介するの忘れましたけど、これはビールね、はい、あの湘南ベルマーレの、はい、しかエンブレムが入ってます。はい、かわいいです。飲むこと食べることに集中しちゃって楽しんでます。楽しんでます。めちゃくちゃ楽しんでます。忘れるぐらい楽しんでます。撮影ですよね。撮影です。こういう撮影最高です。最高です。はい、今回ですね、え、はい、はい、今回、まあ、冒頭で言いましたね、シゲデレデレ企画。イエーイ。うわ、やったな。ま、皆さん、シゲちゃんが今日何回に鼻の下を伸ばして。今回ですね、ショーンちゃん前日に連絡してご相談ということで、はい、まあ、こういう企画をしたいですと。はい、したら少し胸元がね、あの少しこう、なんか見える感じのおしゃれな感じの服を着てほしいなっていう。一番自分が見たいだけで。いやいやいや、で、はい、やっぱシゲの笑顔はみんなね、幸せになる笑顔なんで、はい、うん、そのデレデレしたとこが何回見れるかっていうのはね。なるほど。今回編集、あ、じゃあやられてたってことですね。そうです。あ、じゃああれ本心でないですか。いやいや、あ、なんか待って、でもあれですよね、サンフレッチェは一緒に約束っていうとこ、約束してない、あの、はい、カメラが回ってないとこで約束してるような思いがあるんで。いやいや、あ、しない、幻しない、しない、幻幻か、まあ、エビナだったりとか、はい、いろんなシチュエーションを作らせてもらいました。確かに、あの、まあ、だからね、そうですね、デートのような感覚、うん、そう、デートのような感覚でね、あ、なんだ、ど悪いわ、ほんま、うわ今日ないと思う、今日ないと思って、だから、はい、なんかね、もうドッキリってもう皆さん注意してくるんですよ。いやいや、もうやりすぎなんですよ、ね、うん、ドッキリしすぎなんですけど、俺見てますからね。そうそうそう、だから今回は本当に逆にそのやっぱ好青年だから、はい、どんだけねデレデレしてくれるかって、ニコニコしてくれるかっていうのをたくさん撮りたかったっていう。
それで何にこ何デレ行ったかって。うわ、まあ、でもそれだけ俺もあの楽しかったです本当に、ね、はい、いや、そう、そう、楽しいドッキリだったから、はい、確かに、いや、そうっすね、うん、幸せになる、このドッキリは僕幸せです。そうそう、ハッピーになるドッキリでしょ。ちょっとドッキリって聞いてちょっと耐えたっすけど、まあまあまあ、まあ、でも楽しかったんで結果オーライです、はい、うん、そうだね、はい、ドッキリ、まあ大成功っていうのはね難しいですけど、うん、まあ、ちょっと編集して、はい、確かに、ね、何にっこりかによってちょっと大成功、大成功 ね、そうですよね、超ニコニコしてたっすよ。いやでも本当になんか分かります、那須さんの方がなんか視線感じました。あれ胸元にあれエロ親父、あの編集者さん、エロ親父ってテロップ入れてください。これ見てないっすよね。そうなんです、そうなんです。いや私実際なんかシーさんよりも那須さんの方がなんか目線はなんか感じました。まあでもね、今回ハッピーになる時、まあまあ確かに今日幸せでした。那須さんがです、那須さん、那須さんが一番ハッピーだった。ハッピーになる企画だったっていうことで、ね、翔ちゃんも SNS やられてますし、はい、シゲも YouTube やってるので、はい、皆さんぜひね概要欄の方に貼っていますので見ていただければと思います。はい、でこの動画がいいと思いましたらチャンネル登録と高評価コメントの方をぜひよろしくお願いします。お願いします。今回もドッキリということでありがとうございました。ありがとうございました。ドッキリおじさんありがとうございました。